本日は4名の日本語パートナーズの皆さんにお集まりいただきました。私は今日のファシリテーターを務めます黒江美咲と申します。よろしくお願いします。さて今日は経験者の皆さんのお話を通じて日本語パートナーズについてより深く知っていただけたらなと思います。それでは4名の皆さんにいろいろと伺っていければなと思うんですけども、まず気になるのが皆さんそれぞれ日本語パートナーズに応募されたきっかけは何だったんでしょう。一番大きな理由としてはやっぱり留学とか旅行以外の何か経験をしたいっていう思いがあってパートナーズに応募しました。であともう一つは自分の特技とか趣味をすごく活かせるような活動内容だなっていうふうにそこが一番魅力的だなと思ったので応募しました。私はそういえば昔学校の先生になりたかったっていうのも夢の一つだったんですね。であと海外に住んで働いてみたかったという夢もあったので2つが一気に叶うなら行ってみようと思いまして応募しました。皆さん派遣先ではいろんな経験やいろんな出会いをされていると思うんですけど、どうでしょう、あえて一番印象に残っているエピソードを挙げるとしたら。私が派遣されていた高校では第二外国語で日本語の授業があったんですけど、ちょっとそれだけだと物足りないと思って私が先生にお願いして放課後に日本語コーナーという時間を作ってもらいました。はい、で、もともと、その日本語コーナーは、日本語学習に興味がある生徒だけではなくて、言葉だけじゃなくて、その日本の文化に興味がある生徒だったら、誰でも参加していいよというふうな時間にして、私の予想では大体20人くらい来ればいい方かなと思っていたら100人以上の応募がありました内容としてはどういうことされたんですか。内容は浴衣体験だったりとか、あと茶道体験、あとおにぎり作り、おにぎり作り、はい、をやりました。あとは簡単な日本語会話の時間を作る時もありましたし、生徒たちの要望を聞いてアレンジしながらやっていました。日本語学習はしていなかったっていう生徒たちが日本語コーナーに来てちょっとこれから日本語を勉強してみようと思うっていうふうに言ってくれたことが一番嬉しかったです。ああすごい、はい、嬉しいですね興味のきっかけになったよなんて子たちもいたんですね、はい、一番思い出すことは本当に毎日放課後日本語クラスの生徒だったりそれ以外の生徒の皆さんと放課後本当にただ校舎の床に座って折り紙をしたり、ダンスをしたりその日常が一番思い出されます。じゃあパッと浮かぶのは教室の中の景色になりますかね。はい、実際に向こうで生活をされている中では CP カウンターパート日本語教師の現地の方の存在っていうのは大きいですか。はい、日本語パートナーズの、この活動自体が、CP の先生をやっぱりサポートさせていただくという仕事なので CP の先生あっての日本語教育にそこに参加させていただくっていう形なので、はい、とてももちろん大きいです、はい。皆さんその期間の中にいろんな経験をされていますよね。その中でどうでしょう、ちょっと難しい質問なんですが、自分として行かれる前と後意識が変わった部分って何かありますか。 NP の活動を通していい意味で諦めるっていうことの大切さと次に動くっていうことの、フットワークの軽さを身につけたかなと思っています。それは派遣された高校での先生方の様子だとか生徒たちから学んだことなんですけど、一回こううまくいくことってなかなかないので、うまくいかなかった時にそこにずっとこだわり続けるのではなくて、じゃあ次どうしようかっていうふうに次に次に動いていくことが、活動でもすごく大事でしたし、帰国してからもこういろんな物事に対してもっとフットワークを軽く次に次にこうチャレンジしていきたいなという気持ちになりました。さてここからはですね、皆さん帰国されてからのお話も伺いたいなと思っていまして、帰国後の活動についてではまずは石津さん改めて教えてください。今公民館の方で普段は公民館管理業務ということで仕事をしておりますけれども、ボランティア活動ということで、市の国際交流
方に入ってまして、毎週土曜日に7時から9時まで夜ですけども2時間ですね、板越にいる外国人の方が、日本語を学びに来てますので、それに会員の一員として参加して、私の方はベテラン人の方を受け持っております。私はインターナショナルスクールの保育部で事務の仕事をしています。で、私は保育士の資格と経験もありますので、保育のサポートもすることもあります。やっぱ英語を使う仕事をしたいっていう夢がありましたので、それを生かすことができましたし、フィリピンを希望した理由の一つもそうでしたし、その夢が一つ叶ったみたいな形です。国際関係の団体で日本にいる台湾の留学生の、日本の生活のサポートだったり日本の文化を教える仕事をしています。中にはやはり日本の学校生活がこううまくに馴染めないという子もいるので、そういった子たちの話を聞いたり相談に乗ったりすることが多いですね。今年の5月から地域の国際交流ラウンジの館長をさせていただいておりまして、今在住外国人の生活のそういった支援ですとか外国人の児童の学習支援のサポート、その親子の、支援ですね、子育て支援ですとか、そういった取り組みをしています。皆さんそれぞれ海外の方とつながるお仕事を現在もされているということで、どうでしょうか、日本語パートナーズの経験が生かされてるなっていう感じる部分があればぜひ伺いたいんですけども。今も日本語を教えてるので、教える時にやっぱり相手の立場に立ってどうすれば日本語の細かいところというか違い、ニュアンスの違いまで分かってくれるかなというところ、これは意識しながら、できるというのはきっとそういった教えるという経験が、あったからかなと。何か分からないことがあったら聞いてくれるだろうとか、こちらから言ってることは分かってくれるだろうっていうような、そういう気持ちでこう動くのではなくて、やはりきちんと伝えるということが大切だなと思ったので、言葉にしてどんなに小さなコミュニケーション会話でもそれを積み重ねていって人間関係を築くということを大切にしています。でそれはパートナーズの活動を通して学んだことなので、今それが自分の仕事にも十分に生かされていると思います。皆さんいろいろな経験、それぞれのエピソードがある中で共通している部分っていうのは想像力なのかななんていうふうにも感じました。実際に行かれてみるとその相手の立場だったりとか考えてることっていうのが共感できる部分もあるかもしれませんね。帰国されてからその経験を通して日本語パートナーズとしての活動を通して社会貢献できてるななんていうふうに感じる部分はありますか。なんでしょう、仕事を通じてをいろんな国から来る外国人の先生たち、その人とその国を理解したいと思っていますし、そういう自分の姿が在籍している生徒たちや保護者の皆さん、そしてスタッフのみんなに伝わっているんじゃないかと思いますので、自分ができている社会貢献としたらそのことなんじゃないかなと思います。今野さんがそうやって接していくっていうのは、また私も日本に暮らす一人として、そうやっていい思い出をたくさん作って帰ってもらえるっていうのはありがたいななんていうふうに感じます。在住外国人の方とか今働いている国際交流ラウンジに毎日たくさんの方が訪れてくださって、こんなことに困ってる、あんなことに困ってる、こうしたらいいんじゃないかっていうお声をですね、本当にたくさんいただくんですね。でそういった声を例えば行政機関であったり、学校に伝えたりですとか、そういった在住外国人の方が住みやすい街づくりにしていくっていうことに取り組めているっていうのが、少しですけれども社会貢献になっているかなというふうに考えています。皆さんこれまで日本語パートナーズとして帰国後もいろいろなインプット、そしてアウトプットされてきたと思いますが、どうでしょう、これからの人生でこの日本語パートナーズの
活動や経験、どんな風に生かしていかれたいですか？きっと外国からの入ってくる日本で働く若者たちというのも多く来ると思うし、こう生活上で困ったこともあると思うので、そういう多くの方と、より多くの方と触れ合って、支援していけたらなっていう思いでは思いますね。私が今、働いている場所というのは1万4000人ぐらい外国人がいまして、南米の方がすごく多い地域なんですけれども、まあ、そういった中で日本人の方でもやっぱりそういった外国人がたくさんいるんだっていう、社会の一員として生活をされているんだっていうことを日本人の方の方も理解してもらえるようなことをしていきたいなというふうに思っています。ですので、まあ、外国の方も日本の方も一緒にこう理解し合えるような、価値観が違ったとしても一緒に手をこう組んで生活していけるような、そういった、まあ、架け橋となって、まあ、仕事をしていきたいなというふうに思っています。さあ、それではですね、最後の質問に参ります。これから日本語パートナーズ応募しようと考えている人たちにメッセージをください。自分を豊かにする、心を豊かにするというのは実際にやってみないと、体験してみないと身につかないなっていうのを私はパートナーズシップを通して一番学んだことです。もちろん不安もあるかもしれないけど、一番不安の壁を乗り越えてチャレンジすることによって、きっとその後には豊かな心が育成されていくのかなと思いますので、ぜひチャレンジしてください。世界には本当に皆さんのことを純粋に待っている人がたくさんいて、そして自分がいるっていう、ただそれだけで力になることができるプログラムだと思います。そのこうチャンスを大切にしていただけたらなと思います。日本で、日本の生活ではできないような経験がたくさん集まっている、とても楽しいプログラムだと思いますので、ぜひ応募してみてください。私ももう一度行きたいぐらい、本当に私の人生にとって良かったと思っているプログラムでした。ぜひ今迷われている皆さん、勇気を持ってチャレンジをしてほしいと思います。頑張ってください。本日ご出演いただきました、日本語パートナーズ経験者でいらっしゃるベトナム語機の石津藤吉さん、フィリピン語機の今野邦江さん、台湾3期の前田恵里さん、インドネシア11期の小林弘子さんにお越しいただき、貴重なお話をいただきました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ファシリテーターは黒江美咲でした。皆さん、ありがとうございました。